アレクサンダー・シュラガーは、オーストリア・ザルツブルク出身の、同国代表プロサッカー選手。ラス・クリンツ所属。ポジションはゴールキーパー。レッドブル・ザルツブルクのアカデミー出身。2012年5月にアマチュアリーグに所属する、セカンドチームの試合でデビューを果たすと、2013年5月には、トップチームの試合でベンチ入りした。2014から15シーズンは、 RB ライプツ比に期限付き移籍。U-19 チームで20試合に出場したものの、トップチームでの出場機会はなかった。2015から16シーズンはオーストリアに戻り、SV グレーディ比に期限付き移籍した。2015年7月25日の SC ラインドルフアルタフ派戦で先発出場し、念願のプロデビューを飾った。 2016から17シーズンは、オーストリア2部のフローリズツドルファー AC に期限付き移籍した。2017から18シーズン、ラス・クリンツに完全移籍し、2020年6月までの契約を結んだ。2018年9月、契約を2021年6月まで延長。各年代で、オーストリア代表に選出されている。2019年の UEFAU-19。19 欧州選手権ではチームキャプテンを務めた。2019年11月16日 UEFA ユーロ2024戦の北マケドニア代表戦でフル代表デビューを飾った。ありがとうございます。